あ、ゲンゲン。ほい。え、カメラ回ってる？あ、何？どうしたの？実はちょっとニュースがありまして、はい。いいニュースと悪いニュース2つあるんですけど、うん、どっちから先に聞く？え？どっちから？じゃあとりあえずいいニュースから聞こうかな。よし、じゃあ悪いニュースから話します。なんで聞いた？まあ、我々のブランドの理論でバックパック出したと思うんですけども、うん、まあ、それが今実は結構メルカリで転売されてるって。あ、そうなの？情報を仕入れまして。まあたくさん売れたけどね。で、今売られてないからね。そうだ、今まだ販売、こっちで一般販売してないからね。いや、そうだね、確かに。再販しないんですかみたいなことはよくメッセージで来るから。あ、来てるやん。そう、そういう人が買うのかな。ちょっと一回メルカリ見てもらってもいい？メルカリ、まさかの、うん、結構高額で取引をされているっていう。確かにプレネついてて。そうだね、高くない？定価2万だと思うね。そうそうそう、まあ、これがいいニュースなんですけど。あ、いいニュースだ、ね。まあ、プレネが。しかも38,888円で売られてんの、ね、買われてんじゃん。そう、もともと2倍ぐらいに売れてる。で、しかもそれがもうね、ソールドアウトしてるっていう。すごい、需要がありすぎて供給が追いついてないんだね。まあ価値感じてもらってるのはありがたいけど、転売されてるってなんかちょっと複雑だよね。買ってくれた人は使ってくれるもんだと思って売ってるわけだから。確かに。それで利益出そうって考えられてるのはちょっと悲しいね。まあ実際ね、めちゃめちゃ使いやすいっていうのはあるから、うん、まあ、そう ね、 ね、売れるのは分かるんやけど、これはマジで使いやすい。俺ら普通に愛用してる。いや、もうずっと使ってる。それしか使ってないもん。まあ、今もその画面に映ってますけども、うん、これはアクセルの方だね。なんかどんな感じ？めっちゃ入る。結構入れてる？今日は入れてないんだけど、つい最近、うん、15冊ぐらい入れてここにオフィスに来た。ああ、そう、家に届いた教科書を大量に持ってきたから。今日は何入ってるかな、ちょっともう自分でわかんない。あ、上はこれ衣装、衣装が入ってて。あ、そう、上と下で分けてるんだよ。なるほどね。あとはこれか、お茶とトマトジュース。トマトジュース、そうそうそう、気分に分けて飲み分けようっていう。なるほど。で、下の方は本だね。 あとは筆箱だね。多いね。あの、ビジネスに生かそうって思って最近買った、まあ新著LTV のなんか目先の LTV にとらわれず、長期的に顧客といい関係を築くことによって LTV を上げていきましょうっていう本。素敵な考え方だね。素敵な考え方だったね。もう一個は、もう一個は英語の本。ああ。そう、今英語の講座作ってるから、いいとされてる本は全部読まないとなっていう。はいはい。もう何十冊の本の一番いいエッセンスを全部詰め込んで講座を作ってるから、はい、徹底基礎講座とか、何十冊見たんだろう、もう全部詰め込んで、全ての考え方を網羅してるから、めっちゃいい。英語の講座もね、絶対いいやつになる。皆さん、期待しててください。期待してください。ちなみにちょっと前やけど、うん、この、まあ、理論のリュックがツイッターでちょいバズしてたの。ああ、知ってる。一回じゃなくない？ちょくちょくたまに、うん。何十冊も入るみたいな。で、結構なんか資格試験の人たちから欲しいみたいな声多いね。資格試験ってめっちゃね、やっぱ参考書多いのよ。CPA とかもめちゃめちゃいっぱいいるもんだ。ああ、もうすごい。これぐらい。いや違う、 CPA タワーあったわ。作った作った。めっちゃ参考書多いから、うん、やっぱね、たくさん入るっていうのは資格試験生からしたらすごいありがたいね。まあなんかこうスターディー結構みんななんか理論のバッグ使ってるから、うん、まあね、配布してるから、ね、ちょっと代わりみたいな感じで渡してる部分があって、うん、せっかくなんでちょっとみんなのリュックとかも見てみましょうか。いいね、確かに。ちょっと覗いちゃおうかな。覗いちゃおうかな。そう、社長権限で。じゃあ早速ちょっとマコのやつから順番に見ていきますか。うん、ちょっといい？おう、なに？なんでカメラ欲しい？なんでカメラ欲しい？いや、今、あそこ、理論のバッグあると思うんだけど、うん、メルカリで転売されてんの。そう、そいつはちょっと、世間は許してくれません。演技派。演技派。バッグ実際使ってくれてるから、どういう風に使ってんのかなっていうのを見たいな。なるほどね。あ、これですね。お、こっちはこれがあれユニットだ。ユニットだね。格の。格格の。格格の。なんか男のロマンを感じる。男のロマン。四角いっていいよね。まあ俺はそんなね、まあ機材とかがすごい。まあカメラも入ってたし。三脚。ってか三脚入んの？あ、そう。真ん中をね、ぶち抜いてる。そう、ぶち抜いてるから。なるほど。これも結構でか。割と。あ、漫画が。あ、クラスソンが。何しに行ってインスパイアをね。いやいや、オフィスに置いてあるからも。あ、なるほどね。そう、一応これ2段にで普段設計されてるけど、この間の仕切りの部分をぶち抜いて1段にもできるんだよね。そうね。ちょっと入んないよっていう時は1段にして入れるみたいな、うん、カスタム性があっていいね。目掛けを
入れるんだけれども、いいカメ ラ, そういくらだったそのカメラ、これですか別の話レンズ込みで5、60くらい、うわぁ高いこれは貴重品だ、貴重だ、貴重、まあ、でもあれだよね、これさめちゃめちゃ発生性高いとか、うん、カメラとか入れても安心だね、そうそうそう、うん、最近はちょっと夕立とかもねたまにあるけど、気にせずに使えるのがめちゃめちゃいいところですね、うんうん、商品紹介もできるみたいですありがとうございます欲しいコメントいただきましたじゃあ次ちょっとこの前の動画にも出た3時間仮眠2期ちょっと、ね、7時間起きて1時間寝るを繰り返せば生きていけるみたいな、うん、1日3時間睡眠になれるっていうのを聞いてそれを実践してるっていうお、そうです、編集してるね、あ、ユニット、お、横にあ、傘入れてね、傘してます何入ってる、何入ってる、もう見せる気満々じゃん、あ、プロテイン、プロテイン仕事帰りに時々ジム行って、あ、なるほどね、ジムでね、止まれるようにして仮眠のそう、そこで寝るからあとスイッチ、なんであ、スイッチ何しに来たゲーム好きなんすね、あ、そうだね、マッチョなインドアみたいなあとはなんかたわしとか、あとはなんかたわし、なんか気軽に時々お墓参り行きたいなどういうことえ、気軽にお墓参り気軽に、なんかいや、いいことかもね、まあ、でも、ね、それは実家に寄るついでにあのフラットやって、ちゃんと磨いてるってことだね、そうですね、あ、すごいいいことだねいいことだ、ちょっとねオフィスに持ってこないしかも何がいいってたくさん入れてもなんか重さ感じないんだよね、そうそう、うん、その背中のパッドのところとかも作ってるもんね、そうそうそう、重さが分散するように、うん、設計されてるから全部入れたら十数キロとかなるの、多分そのくらいになっちゃいます、うん、でも全然なんか重さ感じないから、うん、参考書40冊入れてるやつ見てこんなんモテへんやろみたいなツッコミ結構あったんだけどツイッターとかで、うんうん、実際背負ってみると、うん、あ、意外となんか背負えんなみたいな、うん、軽く感じるんだよね炭治郎の気持ちみたいな、あ、そうそうそう、ねずこのあのやつも理論にしてればもっとね旅が快適になるということで、あれから検討に検討を重ね、検討を加速した結果、理論のバックパックを再販することになりました、イエイ、いや、買いたい人がたくさんいるにもかかわらず、販売できなくて本当に申し訳なかったです。できる限り多くの人に手に取ってもらえるように、もう工場にも連絡してできる限りの数を揃えました。理論のバッグは2層構造になっていて、自立もする大容量バックパックです。購入方法は概要欄から LINE アップに登録して、下のメニューからホームページに飛ぶことができるので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。